多にならないけど気の利いたプレゼントがあるとキュンとくるのではという、結構こういうの難しいですよね。難しそうですね。正解出たんじゃないかなってぐらい。皆さんこんにちは、編集ピラの〇〇のここが分かりません。本日はマッチングアプリの中の人、アトバイラでも連載が大人気のトーマさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。頑張ります。そしてバイラーズの皆さんにもお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。本日はこの5人で恋愛の素朴な疑問について考えていきたいと思います。バレンタイン直前企画としまして、マッチングアプリのマッチング後の誘い方について聞いていきたいんですが、2、3月合併後バイランでもマッチングアプリの天才に聞けという企画でいろいろアンケートをしたところ、メッセージが続かないというお悩みが一番多かったんですね。皆さんマッチング後どうしたらいいのかなっていうのをホワイトボードにお書きいただいてもいいですか。マッチングした後すぐっていう感じですかね。そうですね。なんかどういうなんかやり取りをしてご飯に行ったらいいのかなと か、 なんかなかなか誘われないうちにメッセージが自然消滅しちゃったりとかそうですね、確かにそれはあると思うんで。悩んでる。カンニングしちゃった。じゃあ中村さんからお聞きしていいですか。はい、ではお願いします。仕事終わりにサクッとご飯に行きませんか。あ、ストレート。ーめちゃくちゃいい、ね、めちゃくちゃいいですか、はい、どのあたりがサクッとっていうのが男性にとってそのハードルが下がるわけじゃないですか、うん、なんか予約してなんかがっつりフレンチ行こうとかそういう言ってるわけじゃないんで、うん、サクッとご飯っていうワードがすごいいいなって思いましたね。サクッとがポイントなんですね、はい。なんとも言えない顔。普段こうやって誘ってらっしゃいますか、中村さん。すっごいタイプな人だったら多分自分からこうやって誘うなって思って、タイプの方だったらグイグイ行ってもいいかなっていう。問われたら困るので。あー素敵、大事、素敵。その後の阿部さんのプレッシャーがプレッシャーがかかってるんですが、阿部さんいいですか。はい、今日寒いね、何々食べたいね。あー可愛い。例えば今日寒いから鍋食べたくない。お店とかを選ぶのって、うん、なんか男性ってやっぱ結構確かにそれに時間使ったりとか、うん、何食べたいかなとか、うん、特に初めての時って、はいはいはい、すごい気遣っちゃうと思うんです、うん、なんでこっちから提案だけしてみる。うわ食べたいです。男性的には乗りやすい。そうですね、やっぱ選択肢ある方が嬉しいですし、誘っていいですよって言われてるもんじゃないですか。あ、そうそうそう。それでじゃあこれ行こうよって言った時に違いますって来ないから、いや大丈夫そうだなって思えるから 100%OK もらえる誘い方なんですが、嬉しいかなって思いました。女性の方もこれで誘ってこなかったらあんまり来ないなっていうのが、うん、温度感分かりますよね、うん、なんかあんま傷つかへんかなっていうのがあります。素敵、計算されている。ハードル上がっちゃってみたいな。最後に大丈夫ですか、牛さん。順番大丈夫ですか。大丈夫ですか。じゃあお願いします。どんな感じでしてるの。これはどういった意図で。初めてのデートやっぱりあのご飯に行くかなと思って、はいはいはい、好きな食事を一緒に楽しみたいから、うん、最初ちょっとリサーチとして、うん、多分行かないとかだったらランチだし、うん、朝ご飯が好きとかだったら朝食べに行きたいし、うん、みたいな感じで。ちょっとワードだけだとあれどうですか。リアクション難しいですけど、あ、けどまあ意図として伝わってくるんですごい素敵かなと思うんですけど、管理されそうみたいな感じで大丈夫かな。ちょっとビビっちゃう。変なこと言えないなみたいな、健康食食べてますって言わなきゃいけないかなみたいな感じで、なんかもっとラフに言われた方が嬉しいかなみたいな。よくどこ食べ行くのとか、何食べ行くのとかぐらいがいいかなみたいな。すいません、なんかしてくれちゃって。どんな食事っていうのがちょっと強かったのかもしれない。手作りしなきゃいけないかなとか、ハードル上がりそうと思って、はい、すいません、なんか言っちゃって。ありがとうございます。すいません、はい、じゃあ続いての質問に行きたいと思います。続いての質問は、気になる相手からなんとなく返事が遅くなってきたりとか、返事が来なくなってしまった時に、でもどうしてもちょっとご飯に行きたいとか気になる相手だなっていう人に再起をかけてどんなメッセージを送るかっていうのをお聞きしていきたいんですけど、結構こういうの難しいですよね。難しそうですね。こういう場合なかなか復活は難しいですか。そうです、なんか一言で決定的にってなると結構難しいんじゃないかなって思うんですけどね。そんな時バイラーズの皆さんどうするんですかね。めちゃくちゃ勉強になりそう。薄井さんからいいですか。はい、やっほー。
来週末空いてる？ご飯行こう、行こうとのことなんですが、友さんどうですか？どうですか？そうですね、一か八かもう一回誘ってみるみたいな感じだと思うんですけど、これで多分もう一発で分かるというか、違う日程とか言ってくれるんだったらまだ可能性出てくるじゃないですか、はい、ただこれでもう、あ、無理だよってきたら、うん、それともいろんな意味の無理だよになっちゃうから、これね、おしまいだったら、あっちゃうみたいな、あーっていうメンタルで送るんだったらめっちゃいいって思います。うん、全然大丈夫。あんまりこっちがこう好きっていうか、なんかこの子俺のこと好きやなみたいなのが分からない送り方の方がいいんですか？自分のメンタル傷つき具合によるかなと思ってて、例えばヤッホーだけ送ってみて相手から返ってくるか試してみるでもいいと思うし、なんかまだ傷つき度合い少ないかなみたいな感じですかね。そのぐらいのラフさで返事が返ってくるんだったら可能性もあります、ね、可能性あるしみたいな、まあ、あるかなと思いましたけどね。じゃあ続いて阿部さんいいですか？ちょっと間開けて仕切り直す、うん、あーなるほど。メッセージあんまりやり取りしてたら、うん、会った時の会話がなくなりそうだなって思うんで、うんうん、普通にあなんかご飯また行きたいなと思った時にさっと新鮮な空気で、うん、なんか共同何してんのとか、うわ仕切り直す新鮮な空気で、うわ、あちょっと期間開けて、期間開けますね。そのままなんか無理に続けようとはしないかもしれない。正解出たんじゃないかなってぐらい仕切り直す、いや一言でってやっぱ難しいと思うんで、一回間を置いた方が男性の気持ちもリフレッシュされるし、今まで来てたのにあれ来なくなったなってなって、男性今度グッと行くようになってくるから、一回間置くってすごい大事かなって思ったんで、仕切り直すってめっちゃいいですね。ここで正解が出ちゃったわけですね。ということで、はい、はい、すいません、なんか中村さん最後にいいですか？はい、あちょっと一個前提をちょっと前提、そうですね、大事大事、そうめちゃくちゃ大事そうですね。次の日に送ります。一旦メールのやり取りが終わって、うん、はいはい、連絡はその日はせずに、次の日に気になってるお店があるので一緒に行きませんか？うわストレート、うわいいっすね。これで無理って言われたら諦めます、うん、あーけどその気持ちだったらもうめちゃくちゃいいんじゃないですかね。気になってるお店がもっと具体的な方がいいというか、あ意外にめっちゃ高いとこだったとか、あ自分が苦手なものだったとかだったらいけなくなっちゃうから、こことここみたいな2択とか3択ぐらいで送ってあげたら相手も選択肢になるし、選択肢ある方がノーっていう選択肢なくなるから、どっちか考えなきゃいけないって基本的になるんで、もっと具体的にやったらめちゃくちゃいいなって思いましたね。勉強になります。いやその返し気まずいな。すごくいいか、お肉どっちか行きませんかね。具体的にお店の方がいいかもしれないですね。どっちかというと、うん、しかも高そうだし寿司お肉って説教してるみたいな。心理学めっちゃ心理学。逆にこういうメッセージもらって、うん、そのメッセージしたことで挽回できるみたいなメッセージあったりします、うん、今までの男性が一番デート楽しかったんでみたいな、自分の前回のがすごい良かったって肯定されてたら、ちょっとじゃあまた行こうかなとか思うかもしれないですね。女性が言われてもめっちゃ嬉しいですよね。そうじゃなさそうです最後は気になる彼に送るバレンタインデートに持っていくプレゼントをファイラーズの皆さんにお持ちいただきました。お題は5000円以内ということで、ちょうどいいですね。蓋にならないけど気の利いたプレゼントがあるとキュンとくるのではという。ではちょっとどなたからいきますか？真ん中でしょ。確かに最終的にね、確かに確かに、じゃあお願いします。阿部さんからじゃあハッピーバレンタイン、はい、ありがとうございます。ちょっと開けてみてください。開けてみてください。マジなリアル、あ、そういうことか。レプリカのハンドクリームです。ハンドクリーム、あ、素敵。私も好きな香りなんですけど、うん、はいはい、なんか男性から香ってもすごいいいなと思ってる香りをプレゼントします。 ありがとうございます自分がもらうみたいな。いやけどめちゃくちゃいいと思います。女性がいいなって思う匂いとかって分かんないから選んでもらった方がいいし、自分でハンドクリーム買うってあんま機会ないんで、いただいたもので使うことが多いから嬉しいと思います。男性、特に冬なんで乾燥しちゃうと思うんで、はい、では中村さんお願いします。ハッピーバレンタインありがとうございます。え、これ、あ、ラッピングかわいい。なるほど、靴靴下、はい、ラルフローレンの靴下です。かわいい、めちゃくちゃ。あ、3色で、ありがとうございます。使いやすい色とちょっとかわいいプリントのあるお部屋にしました。うわ、めちゃくちゃセンスいいって思いました。いい、すごい。やっぱ靴下一番無難というか、そうですね、もらって上、そうですよね、困らないかなと思って、うん、うわ、めちゃくちゃいい。しかも色もちゃんと違うというか、どれでもとっても使えますみたいな感じなんで、うわ、すごい嬉しいと思います。男性、続いて、続いて、薄いいいですか？はい、
ハッピーバレンタイン。開けさせていただきます、はい、なんかあったかい、たぶんあと膝の上からなんかあったかいのが入ってるのかなえ、これなんだ、テレビとかでよく見て、そうなんです、それで髪の毛洗うとめっちゃ気持ちよくて、顔もすっきりするしリフトアップになるし、なんせ気持ちいいんですよ。うわすごい。でこれがバスソルトで、バスソルト、ヒノキの香りで男性も使いやすいし、はいはい、なんかオーガニックで自分の体をいたわる時間を作ってほしいなと思って、うん、いやめちゃくちゃいい。自分もこの企画やるときに何がいいか考えたときに一番最初に言ったのは入浴剤だったんですよ。一番ちょうどいいというか、湯船浸かる男性からするとやっぱみんな欲しいから、シャワーで済ませますっていう人もらったら入るしなってなるから、ずっと残るものよりも消費されていくものなんかもらった時のハードルが下がるんで、めちゃくちゃちょうどいいなって思ってたんですけど、まあ、出てきてすごい感動しました。すごい、てか皆さんめちゃくちゃセンスあります。すごいですね。ではトーマさん、はい、どれも素敵なプレゼントだったと思うんですけど、はい、一番いいな、刺さったものを、一番刺さったもの、一番刺さったものは靴下で。おありがとうございます。ありがとうございます。可愛いと思ったし、やっぱ男性靴下ってなんか結構ハードル高いというか、おしゃれで何履いていいか分かんないから、うん、なんかとりあえず適当に履いてるみたいなとこもあるんで、女性の皆様からいただいたものだったらなんか堂々と履けるじゃないですか、うん、なくなったとしても自分でもう一回買いに行けるしなっていうのもあるから、すごいいいなって思いました、うん、あ嬉しいです、ありがとう、すごいすごい。ご覧の皆さんも手土産の参考にしていただければなと思います。いや大変勉強になりました。トーマさん、バイラーズの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。概要欄の方にトーマさんの YouTube チャンネルのリンクも貼っておきますので、ぜひご覧ください。また2、3月合併号のマッチングアプリの天才に聞けという企画にトーマさんご出演いただいています。ぜひ本誌の方もチェックしてみてください。アットバイラーで大人気連載中のトーマさんの婚活相談もぜひご覧ください。ではいいと思った人はグッドボタンをぜひお願いいたします。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバーイ。